武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は岩手大学の科学の勉強について話していきたいと思います。科学ですが、教育学部が大問5つで90分、理工農学部も大問5つで90分という形になっていますが、教育学部は、理工農の問題が減った版、要は同じ問題が、出ておりますが、まあ、理工農学部はそれに問題追加されているような形で出題傾向ですね。で、問題の難易度、としては、まあ、標準的な問題が多いのですが、割と説明問題や、構造式を書く問題、記述問題が多くですね、まあ、計算問題も、それなりに出ているんですが、記述量でかなり時間を取られる、形式の問題となっています。なので国立形式の問題一冊は問題集やっておかないと、ちょっとその問題が解けるだけでは辛いかなという形になっておりますので、まあ基礎的なもの、センターなどでまでですね、しっかり仕上げたら、国公立標準問題集、キャンパスなど一冊、論述いや、国立の問題が多く載っている問題集を仕上げて、記述練習をしておくといいでしょう。で、まあ、その形式に慣れてさえいれば問題そのものは割と、標準的なんですが、ただ説明問題、に関しては、なんとなく知ってるけど、じゃあ書いてみてって言われたら書けないみたいなことは割とあるかと思いますので、実際ここの過去問に挑んでみてですね、本当に書けるのかっていうことをですね、見て、まあ、練習してみるといいかなと思います。で、構造式が、かなり、量が出てきますので、構造もですね、しっかり、書けるように練習をしておきましょう。まあ、いざ書いてみれば、書けないことはないのかもしれませんが、書き慣れていないとちょっと、辛いかなというところもありますので、まあ、こちらはしっかり練習していくように心がけてください。まあ、通常のその国公立の中でも割とその記述量が多い大学だと踏まえてですね、練習をするように心がけましょう。以上が科学の勉強となります。